リコールの対象となるのは2011年2月から今月までに製造されたノートパソコンレッツノートなど国内向けおよそ103万台と海外向けおよそ14万台です。おととし8月から今月までにバッテリーが発火する事故が12件起きているということです。原因は特定されていませんがバッテリーの中に金属の削りカスなど異物が入っている恐れがあり 充電を100%にして長期間使用すると発火する恐れがあるということです。パナソニックでは当面はバッテリーの充電量を80%に制限するように設定してほしいと呼びかけています。さらに5月末からバッテリーの劣化に応じて充電量を制御するプログラムをダウンロードできるようにするということです。